どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら玉子使っていこうと思います。このキャラはスキブさん28ターン変身のキャラで、2ターン閉鎖で変身できるキャラです。変身後はバインド封印 L 字プラス10強4つ、無効感2つに陰の加護、スキルボイス持ちです。でまず10強4つで625倍の火力出る上に、陰の加護で5倍乗るんで3125倍、さらに無効貫通が2つで 12.25 倍で38000倍出るんですが、今回無効貫通はほぼ使えません。3125倍なんで、普通に平積みで使っていくんですけど、まあ、そもそも3125倍っていうのがめちゃくちゃ強いんですね。めちゃくちゃ強いんだけど、まあ、それに加えてスキルがね、3ターンで1ターン上限7乗解放、全員の攻撃が2倍、6解除し盤面を水、闇、回復に変化が3ターンって感じになっております。スキルもね、上限7乗解放に6解除生成に6解除陣生成に全員の攻撃2倍もあって、マジでスキルも強くて、しかももうしまいにはリーダースキルもね、水焦げしで 78% 軽減、攻撃35倍、5コンボ加算、水の回復6か2倍と、 78% 軽減に35倍、5コンボ加算、回復2倍、やりすぎじゃない？まあ、今日はこちらの玉子が強すぎるということで、今日は玉子を使った最強の周回編成を紹介していこうと思います。で、玉子攻略でも使えるんで、また攻略でも動画にするんですが、今日はちょっとね、陰の加護をメインに使いたかったんで、裏千住で周回編成で使っていきます。編成こんな感じになります。はい、結構廃課金向け編成なんで、今回の動画はあくまで一旦試運転っていう感じで覚えておいてほしい。まあ、またね、玉子の攻略動画は別であげます。で、今回山順さんからね、裏千住の周回編成借りてるんですけど、これ最強です。マジで組めるんだったらもうこれ以外組む必要ないです。裏千住を10分台で周回できる、間違いなくぶっ壊れの最強周回編成です。まあ、ゆうこるチャンネルが玉子の試運転で使うだけで、この編成はもう完璧に完成していて、組めるんだったらこれ一択です。そのぐらい裏千住を、ね、破壊できます。実際に使っていきましょう。編成紹介していきます。さあ、ということで編成こんな感じです。これほとんど代用ありません。一応メタルスピカの超学生をチーム HP 強化にしたら、アントマン武器を代用できたりします。まあ、スキープドラゴンキラー武器のセーナ武器とかでっていう代用はできるにはできるんですけど、まあ、ほぼ代用はないと思ってください。リーダー玉子です。リダチェン耐性遅延2つに闇みなか武器継承ですね。はい、でからのメタルスピカです。スキーププラス水軽減3突に、こちら神結び武器継承ですね。はい、でウルバリンです。スキープ水軽減4突に、こちらウルバリンマグニートを継承です。でも本当にエンドコンテンツみたいな感じ、言うなら裏千住を周回したい人が理想編成なんですかって言われた時に、まあ、これ組めたら間違いなく最速だし安定するよっていう話やね。早川木属性吸収洗剤水軽減にアントマン継承です。でもう一体の早川木属性吸収水軽減にアントマン継承です。このアントマンはメタルスピカを超学生チーム HP 強化にしてあげれば、テーナ武器とかね、スカーレットウィッチ武器とか、スキブドラゴンキラーチーム HP 2個持ち武器で代用ができます。はい、でラストフレンド早川木属性吸収水軽減プラスに、こちら無一郎武器継承って感じになってます。まあ、という感じの廃課金向け編成なんですけども、まあこれは廃課金編成の代わりに組めれば間違いなく最強なんで、今日は陰の加護がぶっ刺さる裏千住で遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まず1階層です。秋全員変身していきます。秋3枚変身してあげて、玉子変身していきましょう。ではずらしていきます。で秋打ちましょう。これで2パンしていきます。でこの秋2パンの際は絶対にサブの早川秋使ってください。これで殴っていきます。2パンしていきましょう。これで軽々ワンパンしていきます。いいね、玉子が相方になってるおかげで、この5コンボ現象効かないようなもんなんですよ。本当にこれが強いんだよな。でここはまずマグニート武器打ちましょう。ウルバリンマグニートの武器打ってあげてからサブの秋打ちます。である程度盤面コンボしてあげて殴っていきます。これ意外とね、コンボ吸収危ないんで、ちゃんと盤面コンボ組んどいてあげて10コンボ組んでいきます。はい、これだけね、盤面コンボ組む感じかな。でからのリーダーみなか武器打ってあげてダブル吸収発動からのサブの早川秋打ってあげて、フレンド側の無一郎打ってあげて3ターンヘイストからのワンパンです。はい、これで倒していきましょう。はい、これはね、6コンボ加算あるんで、もうコンボ現象なんて関係ないですね。これでしっかりとワンパンしていきます。さあ倒していきましょう。突破です。で、まあ、続きまして3階層です。ここはウルバリン打ってあげて、早川キ打って殴ってワンパンしていきます。ウルバリン打ちましょう。
秋打ちましょう。でもずらしていきます。これでずらすだけでワンパンできるんですよ。もうあのね、玉子がまず5コンボ加算がずるすぎるんだよね。でしかももうあとは早川家の力もあるんで、これで軽々ワンパンしていけます。突破。さあ続きまして4階層です。4階層は早川秋打ってあげてずらしていきます。はい、早川秋打ってずらしです。でまずこれで超根性まで持っていきます。一発で、ここまで一回自力パズル入るんだけど、ゼロ C 組んでください。盤面ゼロ C 組む必要。まあ、ただ大抵ゼロ C なんで、そこまでまあ、思考することもないですね。ゼロ C 一回組みましょう。ゼロ C 組んであげて、でからの、早川キュッと倒していきます。OK。これで早川キュッと打ちましょう。で、まあ、ずらしていきます。はい。でまあ、水か光で火力出れば大丈夫なんで、まあ、弱化ドロップもほぼ影響はないと思いますが、もし本当にやばい時はずらしてあげてね、水か光のね超つなぎ仕組んでください。まあ、ほぼ絶対どっちかは火力入るんで大丈夫です。これで倒していきましょう。さあ続きまして、5階層です。ここはもう早川キュッと殴っていきます。で一応ね、あのウルバリンのあれを合わせてあげて、もしここでね木が来た場合も対策ができるんですけども、まあ、当然剣心に関しては早川秋打ってあげてワンパンするだけです。これで突破していきましょう。ナイス。さあ続きまして6階層です。6階層も早川秋打って殴っていくんですけど、こいつが来た場合とね、前田が来た場合、どちらともねスピカを打って1コンボ組んでいきます。はい、1コンボ組んでいきましょう。ちなみに闇はめっちゃ外れです。遅いんでシンプルに。でここでウルバリン打ちましょう。必ずウルバリン打ちます。これで残り1で早川秋って倒します。はい、ここで突破していきましょう。残り1で早川秋ってあげてずらしていきます。さあこれで HP 全回復してる状態でワンパンしていきます。14コンボ15コンボです。さあこのまま突破していきましょう。まあ続きまして7階層です。7階層は早川キュって倒していきます。はい、早川キュ打ちましょう。でこれで属性吸収無効潜在発動するんでワンパンしていけます。 OK、 これで16コンボ組んであげて倒し切っていきましょう。さあこのままワンパンです。ナイス。属性吸収潜在でワンパンで、8階層です。木は残り1まで 1C 組んでから秋組んで倒していきます。はい、 1C2 回組みます。処理できるなら弱化ドロップ消しときましょうぐらいかな。はい、早川秋打ってあげて倒していきます。まあ、これでワンパンしていけば OK ですね。はい、弱化ドロップだけ注意しながら18コンボ組んで、さあこれで倒していきましょう。突破です。オッケー。でまあ続きまして9階層です。9階層はみなかぶきからのウルバリンからの早川明と倒していきましょう。みなかぶき打ちます。早川明打ちます。みなかぶきからのウルバリンからの早川明打ちます。でここからちなみに玉子はもう完全自由になります。はい、なんでね、上限70億として使えるし、若干エンハンス解消しても使えます。でもこれでダブル急射圧でワンパンです。よっこのリーダースキルが強すぎるおかげでさ、割合対策とかも怖くないんだよ。そう、今のさ9階層の先生ってさ、よっこじゃないと耐えれないんですよ。ただ普通に耐えれちゃうっていうのがね、とんでもないよね。なんでもありやんって感じ。そう、今のよっこじゃないと耐えれなかったからね、あの先生って。ただよっこが実装されたことで普通に受け入れるようになっちゃったっていうね。で伊達のこういう6コンボ現象もよっこが強すぎるおかげで普通にワンパンです。よっこって本当にやばいの、このキャラ本当やばいんだよね。5コンボ加算 78% 軽減をやりすぎなんだよ。だから早川明の相方として最強なんですよね。まあ、編成がね、強いというのももちろんあるんですけどね、これ。めちゃくちゃいい編成なんで。ただ編成がいいだけっていうのも正直あるんですけど、ただ間違いなく玉子が強いことも、ね、前提として入りますよね。だって早川明を使おうと思ってね、割合対策しようと思ったら今まではね、めっちゃめんどかったんですけど、玉子1枚入れるだけで終わりだからね。美坂妹とか使う必要ないからね、もう。それがでかいわ。で、まあ12階層です。ここからも早川明って殴っていくだけです。じゃあそれは早川明打ちましょう。で、ここで、スピーカーのアシストを空打ちしておきます。はい。
11階層で、あれなんですよ。わかります?紙結び武器が、あれなんで、あれなんですけど、ということですね。はい。まあいいでしょう。はい、続きまして、織田信長。ここも、早川明使っていきます。まあ、とにかく、12階層、13階層で、早川明ね、必ず、早川明じゃない、紙結びは空打ちしておいてあげてください。11階層のお位置でもね、使わなかった場合はね、もう完全にいらないので、空打ちが大事です。忘れちゃダメです。はい。では、14階層です。ここはまあ、玉子打っときます。絶対倒せるんだけど、一応打っとこうか。ね。玉子からのウルバリンからの早川明と倒していきましょう。100% 倒せるもんな、こんな。どう考えてもな。これでしっかりワンパンしていきます。で、ちなみに玉子はインの籠持ってるんで、火力はもうこんな感じで、当然70億出ます。余裕じゃん。強すぎ。え、なにこれ。強。なんなら玉子使わんでいいしな、強すぎて。で、千住竜はメタルスピーカー打ってあげて、若干エンハンス返します。はい。若干エンハンス返してあげてね。そう、紙結び空打ちしてる、もしくは使ってるんで、ここでメタルスピーカー打てるんで、で、これでメタルスピーカーからの早川明で殴っていきましょう。でもこれで全力コンボ組んでワンパンしていきます。で、こっからなんですけど、ボス階層は枝豆が6個消えるかどうかを確認しながら殴っていきましょう。まあ、6個消えない場合に関しては追加でコンボ組むとかっていう感じになります。はい。今回は大丈夫ですね。はい、6個あるんで、早川明組みながら殴っていきましょう。ちなみにここからスピカーは完全自由なんで、若干エンハンス食らった場合とかも好きによって大丈夫です。はい、早川明打ちましょう。で、枝豆6個絶対必須です。はい。8、9、10、11、12。OK、いいね。さあ、これでまずは一発削り。うん。で、からの早川明打ってあげて、枝豆6個入ってるか分かんないんですけど、とりあえずウルバリンの自動回復も利用しながらしっかり削っていきます。どこ入ってますこれ。入ってますね。 OK。 さあ、もう2発で半分まで。え、強すぎんマジでこれ。何ほんまに強すぎだろ、いくらなんでも。で、ここも耐えれます。はい。で、早川明打ってあげてずらすだけ。ボケでも触らん限り絶対死なんからね。で、リーダーの玉子で5コンボ加算の14コンボ楽々削り。いいね。で、ラスト早川明倒していきます。まあ、玉子打ちましょう。玉子打ってね、せっかくなんで上限70億見たいわ。で、早川明って終わりっていう感じでした。もうマジでこんな感じで一生ずらしていくだけなんで、めちゃくちゃ楽で、ボス階層もね、脳死で周回できます。で、こんな感じで周回できるんだけど、まあ、その感じのタイムだよね。じゃあどんぐらいのタイムで周回できるんかっていう話なんだけど、もうね、ビビるよみんな。当然余裕の10分台。10分12秒だからね、これ明智引いてるんだぜ。やばくね。前田引いたら9分で回れるから、なんならっていう、もうバケモン周回編成ですね。なので、もうこれ組めるんだったらマジでこれ一択なんでね、ぜひ皆さん使ってみてください。じゃあ、ということで今回の動画はね、玉子をリーダーで遊んでみる動画でした。これ早川明の相方として最強なんで、早川明所持者は必ず確保したいですね。3体持ってる人はね。持ってない人もね、攻略でも強いキャラなんで、まあ、また攻略動画でも紹介していこうと思います。じゃあ、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。